あ、そう。俺の先輩がさ、YouTuber のヒカルに騙されて200万ぐらい大損こいたって言ってたんだけど、何？おい、加藤、マジ、あいつ殺してくれって言われたんだけど、俺の先輩がさ、YouTuber のヒカルに騙されて200万損こいたって言ってたんだけど、ねえ。なんか、炎上してるよね、今ね。38のよ、子供がいる先輩が200万を損こいたんだぞ、ふざけんなよ、つって。インサイダー取引って何？合法インサイダー、合法じゃねえかよ。株の優待あるって言って買わせて実はないですみたいな。へぇー。難しい話だね。株買わせて一気に言ったんだ。株式じゃな、え、株式、え、何？ん？どういうこと？自分の株の、自分を株のやつにして株買ったら優遇するって言って買わせた後にそのツイート消して優遇しねえよって言ってた。いや、そんなの絶対ありえない。何か法の目をかいくぐった方法があるんじゃないの？架空通貨なんだ。え、それってさ、証券取引法に当たるの？名前変わったよな。なんだっけ、金融商品取引法みたいな。当たるの？自分の知名度を株式にできる。はぁ、恐ろしい手法があるわけですね、今は。バリューって知ってるか？アプリ内で仮想的に株やってる。株をファンに売り、煽って価値上げて自分の株全部売った。恐ろしいなぁ。グレーゾーンインサイダー疑惑だから何とも言えない。恐ろしくね？いくら儲けたの、それで。いくら儲けたの？ストップ高で仲間と自分は全部売ってからだ。ちょ、立ち悪くない？え、これからすごいことしますよっつって、そんなのみんな買うじゃん。で、ストップ高になった瞬間に自分が全部売って、なんでもありじゃねえか、YouTube って。悪魔じゃん。あ、なるほど。でも、法人じゃないから大丈夫なんだ。ってことでしょ？法的にはセーフってやつでしょ？へぇー。逃げ口がまだありそうな手口だね。なんでそんなリスクを犯したんだろうね。まあでも犯罪じゃないんだったら仕方ねえんだろうけど。でもさ、だって YouTube 見てる人たちってさ、10代前半じゃん。12、3歳ぐらいのやつは、わかんねえじゃん。ヒカルも知らなかったんだろうとさ、いやー、それは通らねえよ。だって実際に俺の先輩200万損こいだって言ってんだけど。俺はバカだなと思って聞いてたけど、うわ、ありえないっすね。あいつ最低っすね。とか言ってたけど。知らなかったらもっとバカだぞ。知らなかったら。近日中に本当の意図を説明する。なんだそれ。本当の意図もクソもね、200万返してやれよ。そんなダメじゃん。うん、ダメじゃん。実際その先輩バカなの。まあ、金は持ってるけど、賢くはないね。中卒だし。賢くはないね。金は持ってるよ、でも。すっごい。ヒカル、昔はマジで詐欺してたぞ。いや、でもそれはあれだよ。なんかいろいろ、噂って流れんだよ。見返りを求めて投資する風潮が嫌だとか抑えてる。あ、そうなんだ。まあ、そうだよな。なんで中卒が金持ってんだよ。なんかすげえ持ってんだよ。俺もその先輩に商材売ろう。俺もその先輩に商材売ります。結構マジで立ち悪い感じなことするんだね。ヒカキンとか絶対しないじゃん。ちゃんとそうやって悪どい商売してるんだな。
悪どい商売。ヒカルはニコニコ界から YouTube に憧れたと潰そうとしてる緑や石から、二人とももう潰れてるから大丈夫じゃない？別に YouTube で跳ねてねえだろ、その二人。もっとなんか、ちゃんと潰せよ、しっかり。モコとか潰せよ。ちゃんと花開いてるやつ潰した方がよくねえか。その二人別にもう YouTube やる気ねえよ、大して多分。というか、ウームがそういう系禁止してるみたい。まあ、賢いね。さすが、上場企業。まあ、騙された方も、いや、でもそれってさ、証券の取引でさ、そういうこと言われたらさ、騙されないみんな。いや、絶対株価上がるなって思っちゃうじゃん。株主優待つけますみたいなことでしょ。任天堂が、この夏、すごい、商品出しますって言って、絶対そんなの株が上がるじゃんって買ったところ、やっぱ出しません。全部売りますってことでしょ。そんなの、いやこれには訳がありますって言ってもさ、株主許さねえだろ、そんなの。許さねえだろ。っていうことじゃないの？でも金持ってんだからそんなことしなきゃいいのにね。あ、送ってくれた。光る仲間、内にバリューを安価で多く売る、バリューをファンに買い促す、バリューの価値が跳ね上がる、光仲間が全員バリュー、光の仲間全員が光のバリューを全部放棄する、光が自分のバリューをなり売り、すべて売って買った人たち4000万の損失。おい、その人200万俺の先輩だからてめえ覚えとけよ。俺がいつか YouTube の土俵でお前のこと、お前に借り返すかんな。おめえ、俺その先輩にめちゃめちゃ世話になってんだからな。女遊び教えてもらってよ、うまい飯食わしてもらって、高級車1台分ぐらい俺ごちそうになってんだからな。毎週末六本木のクラブ連れてってもらって、おめえも大人になったからそろそろ大人の女遊び覚えなきゃいけねえぞ。道端でナンバーばっかしちゃダメだぞ。風俗の女なんてくだらねえぞ。金使って女と遊ばなきゃダメだぞっつって、俺六本木のクラブで毎週末20万ぐらい飲ませてもらってよ。大人の女遊び教えてくれた人なんだよ。ヒカル・ラファエル一君のグループで1億の利益らしい。へー、ヒカルは犯罪者嫌いだぞ。てめえが犯罪者みたいなもんじゃねえか。お前同族嫌悪じゃねえか。お前こっち側だろ、こっち側だろ。あれ明らかに、もうふざけんなよ。一人だけお前いい人生歩もうとしてんじゃねえぞ。一度そう悪に手を染めた者はもう二度と戻れないんだ。そう、今なんかあれじゃん。なんだっけ。仮想通貨でああだこうだみたいな。あれでもさ、面白いシステムだよな。なんか自分に株価がつくんでしょ。面白い放送したらさ、株価が上がってさ、くっちゃべとかやったらガクーって落ちたら。あれもったいねえよな。早く気づくべきだったわ。掲示板より楽しそうじゃん。おい、お前の株価暴落したぞみたいなさ。あれ絶対面白いよね。あれ絶対面白いよね。本当に俺そういうセンス張ってないわ。いろんな、多分さ、日本で一番株価の上昇と下落をする自信があるわ。それで儲けようぜみんなで。人儲け。俺のこと知らねえバカどもかもろうぜ。ヒカルの信者とかよ。マックス村井の信者とかよ。おい、なんか、生きのいい生主がいんぞ、みたいな感じでさ。お前、だいたいみんなわかるじゃん。おい、人儲けできんだ、これだ。だいたいさ、株価、おい、ハイパーインサイダーじゃん。インサイダー取引すべ。マジで人生楽勝チャンネル。いや、下落するって言わなくても、これマジでやべえよな。マジでやべえ。インサイダーじゃねえじゃん。俺の情報を知ってるみんなに利があるってことでしょ。最強。いいよね。絶対儲け出せるよな。絶対儲け出せるよね、俺の視聴者。俺の視聴者絶対儲けてるよな。それ尺だからやめよう。モラルのかけらもね、ゴミは生きてる価値ねえよな。かけらもね。ああいう時ってさ、楽太郎みてえにさ、謝んのが一番楽じゃね？だから日頃謝っちゃいけねえんだよ。悪いことしてねえのに謝りすぎなんだって。
本当に謝りたい時にさ、取っとかなきゃダメなんだって。んなさ、誰だってさ、5000万の金ちらつかされたらさ、全員、国民全員が俺、そっちに流されると思うのね。で、すいません、本当に、本当に、もう、金に、もう目がくらんで、本当に申し訳ありませんでした。もう僕は真っ黒です。本当にすいませんでした。なんで、もう全財産もすべて、捨てて、また一からやらせてください。本当にすいませんでした。批判は甘んじて受け止めます。申し訳ありませんでしたっていう方がさ、あのね、グレーゾーンが一番叩かれるんだって。グレーゾーンが。グレーゾーンっていつまでも叩かれる。もう黒です。僕は詐欺師ですつってタトゥーを取った方がいいんだって。マジで。それが一番叩かれてる。そう、山口みてえによ。山口はゴミだけど。もう絶対認めた方がさ、